なんか3本と4本で結構違うんだよ。ああ、はいはい、3本指だったじゃあスポーレットのプロジェクトで往復してればしてれば神になる神になるこんにちは、クライミングチャンネルです。今日はついにお越しいただきました噂の野村慎一郎選手です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。まあこの日本クライマーメーカーっていう企画でやらせてもらってるんですけども、まあインスタグラムのストーリーでアンケートでこの人に何か聞きたいことありますかっていうアンケートを取ったんですけども、そのアンケートをもとに質問をバーッと持ってきてそれにお答えいただくっていうものになってますが、よろしかったでしょうか。はいはい、ストーリーに上げた瞬間に反応がみんな違かったものすごい勢いで質問が来てしまって、もう選ぶのが大変だったんですけど、保持力っていうワードが多くて、もう何人かいたのが保持力の字が磁力の字になっちゃって焦っちゃってる人がいて、間違ってんだかなんだか間違ってはないのかもしれない、あれも何なのかっていうのをまあ今日は解明できたらなと思ってますので、はい、じゃあ早速いろいろ聞いていきたいんですけども、出身って出身は茨城ですね。あの今言うと一緒、そうなんですよね。たっくんとか今井とか、ああ、ね、はい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 、あとあきわちゃんとかゆうか、あっていうかそう茨城ってそうめちゃくちゃ強い、ね、女子が強いですね。いや男子も強いけど愛ちゃんとかもいるし、確かに、うん、茨城最強なの。みんなスポーレ出身で、多分スポーレ元々スポーレ出身、スポーレで今井もスポーレでたっくんもスポーレで、でも昔あきわちゃんもゆかちゃんも愛ちゃんも全員スポーレで、スポーレなんてスポーレ多分いいっすね。スポーレいいっすね今の所属は神奈川大学、一応プロジェクトですね。一応プロジェクト、神奈川大学って言った方がいいのかな、なんか所属してるっていうか単純にあそこにいるって感じそんなに所属っていう形ではないから、ただいる、大ちゃんと仲いいからっていうか、ああ昔から小山田さん一緒に登ってて、昔から一緒に登ってたの。なんか小学生の頃にロッククラフト、はいはい、栃木にあるジムで、はいはい、知り合ってっていうか、まあ、その時俺スクール生だったんで、まあ、小学生でその時になんか大ちゃんに一緒に登ってふざけてたら仲良くなってふざけてそのまんま仲良くなってでその中が今も続いてて、そうですね、プロジェクトで、はい、ずっとなぜかなんかつながりあります、うん、いやでもなんかこう日本のこうボルダー界を牽引する2人がこう一緒のジムにいるっていうのがなんか結構面白い、うん、まあでもプロジェクトで登ってたらとりあえずなんかネタはつけないから、ネタはつけないまあなんか大勢とか羽田くんも言ってたのが、うん、プロジェクトに行けば価値が強くなるみたいな、なんかそういう、あ確かにプロジェクトに行けば強くなるっていうのは定評がある、うん、どうなんだろうな、でもなんか価値って俺ピンチが強くなりますね。ピンチが強くなる、どっちかって、もともとスポーレの時から価値は強くて、でもともと得意だったんで、なんかあんまりプロジェクトで強くなったっていうよりか価値はスポーレで、ピンチとかこうコンプレッションみたいなのはプロジェクト、はい、おお、じゃあスポーレとプロジェクトで往復してればしてれば神神になるだそうです来年からはどういう、来年も一応引っ越さないんでまだ、はい、まだプロジェクト、いずれは分かんないですけど引っ越さないんでプロジェクトで、じゃあまだプロジェクトに行けば会えると、はい、ぜひいつでもじゃあまあこれもう分かってない、みんな分かってる、リードとボルダーどちらがメインかっていやでも昔はリードだったんですけど、ね、最近はボルダーの方が単純に楽しい、うん、ボルダーの方がまあ装備も少ないし楽だしで、まあ、ただリードも好きですけどね、この間やったら LGC 出てました、うん、出てましたね、なんかマジで勝利落ちるかと思ってあれ片手のなんかガバガチみたいなのが欲しいってて、うん、あの欲しいは普段あのビーストメーカーやってたからできたんじゃないかって俺ビーストメーカーあんまりこう普段はやってないんですよ普段はやってないなんかあれ動画とか載せてるのって、はい、なんか大ちゃんとふざけてこういうのできんじゃないみたいな感じでやってできたやつを載せてるんであじゃあ別にあれは日常のトレーニングをじゃないですねやってるわけじゃなく小山田さんとふざけてなんか2階にあるんですけど、はいはいはい、でなんか2人でやっててこれやばいねみたいな感じでやったらでそれでできなかったら何日間かやってみたいなのありますけどもちろん、はいはいはい、それでできたら見せるみたいな、あそういうことだった、ね、あんまりこうあれでトレーニングしてるって感じじゃないです、あビーストメーカーは
なんかこうトレーニングではなんかあれ遊んでるの遊んでます、結構あんまりそういうこと、いや、やりすぎるとなんか怪我しそうだし、いや、そうっすよ、うん、あ、でも貴重な意見ビーストメーカーやりすぎるとちょっと怪我する、うん、怪我する。でも、それを聞いてしまうとこの質問もちょっと怪しいな。保持力トレーニングやってること何ですか？保持トレ、あ、でもまあ下積みですね、単純に下積み、あのスポーレの時に、はいはい、すごい元々太ってて、で身長今159なんですけど、高1の時に61ぐらいなんですよ。それ結構もうただの全部太ってて、その時に、はい、なんかやべえなってなって、とりあえずでひたすらこうこの重さのままキャンパーをしてたんですよ、ずっと20とか1級でそれはで、その後にすごい痩せて52とか、はい、1とかになって、したらもうなんかめちゃくちゃ持ってるようになって、だからそのまま保持トレしてたら割と、え、さ、159センチ、体重61キロで1級2級をキャンパしてた。キャンパしてました。そこに行き着くのがおかしいそこの前段階がちょっとおかしかったか、まあでも保持トレ、あとは何だろう、まあ普段から価値は、まあ、一応触るようにしてます、はい、価値ってなんか結局痛いからみんな持てない、持てないけど、その痛みに慣れれば価値はそんなに、いや全然普通です。あ、でも普通、うん、全然もう全然あんま変わんない普通の、確かに、むしろ全然普通じゃないですか、なんか確かに確かに全指も全然一般人だし、何なんだろう何なんだ俺まだ分からないですね。そう、じゃあ保持トレ、今はその保持トレっていう風な感じでこうルーティーンとしてやってるものは特にはなく、うん、まあそうですね、まあでもまあ勝ちトレとか一応プロジェクトにあって、はい、それはあの指標にはしますね。なんかその指標の課題は一応常に設定しておいて、うん、例えば自分の限界っていうか登れる日登れない日ってあるじゃないですか、同じ感じで、はい、なんかそれをこう指標にどん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 やっていって、コンスタントにできるようになったらまた設定高くするみたいな、それを価値にしたりとか、ピンチのみの課題にしたりとか、はいはいはい、そういうのを毎回やってます。ちゃんと勝ち取りはしてる。勝ち取りは価値の課題がもともと好きなんで。おお、そういうのはなんかあんまりトレーニングって感じでやってた気がする。ビーストメーカーも。ビーストメーカーも遊んでるけど。ビーストメーカーは遊び。なるほど。日本人クライマーの中で誰が一番保持力があると思いますか？まあ、保持力の定義にもよりますけど、はい、まあ、ご自身の思う保持力、保持、誰だろう、この人保持強いよね。なんか3本と4本で結構違うんですよ。はい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 、3本指だったら大ちゃんが一番そうです。小山さん、はい、4本だと誰だろう、なんか丹龍とかいろいろ持ち方あるんで、はい、どう言えばいいんだろうな、まあ、ピンチだったらやっぱ小勝ち、あー、はい、あれか、ノースペースカップ優勝なさってかっこよかった、尊敬してるからな、ワッチ。あとコンプレッションかな、ワッチ、なんかこうこうやそういう筋力が強いですね。あれってまあ基本胸筋とかの、いや、どうなんだろう、まあ、ここら辺ですよね、やっぱりこの辺と、うん、あとはまあちょっと上腕とか、上腕二頭筋のところとか、うん、そうです、もう、ま、筋力、ここら辺の筋力とかもあるんですか、まあ、全然てくるんで、へぇ、ホジ、ホジ誰だろう、どしたけです、うん、竹内さんはどっちかというとボディーボディーが強く、こう体で押さえてるってイメージあります、ね、歌詞とかもなんか体でガッタリ押さえてる感じ。じゃあ4本で一番強いのがご自身のボディーさんいつもなんてまだまだです。いや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 、あの動画見せられた、あんなメリーゴーランドみたいなくるくる回っちゃった、あんな見せられてあれも遊びですよ、あれも遊びだったと、あれちょっと笑っちゃった、あの動画の大ちゃん面白かったです、あの最後出てきた、あれ小山田さんなの、あれ誰だろうなと思ってあの鉄球みたいな、あれを見れば遊びってことをなんか言い返してくれそうです。確かにあれ大ちゃん、確かに確かにってなんか大ちゃんレストしてたのに、へえー、楽しそうそんな小山田さんから質問が来てるおにぎりが好きというのは本当ですか、どういうの、この質問のそもそも経緯があって、この間そのあれか、おとといか、三重に行って、その時の場で俺がそのおにぎり食ってたんですよ、はい、俺朝結構食うからおにぎり3つぐらい食ってて、ほう、岩で、え、なんで、そういえば大ちゃんおにぎり食わないみたいな話になって、うん、で、なんでって言ったら、なんかさ、バカみたいじゃんとか言われて、いやいやいやどういうことに、いやいやいや初めて聞いて、
て。いや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 、めっちゃ面白かった。おにぎり、おにぎりがバカみたいって言ってる人初めて見て。うん、日本全国のコンビニ、コンビニが。いやいやいや、いう話。いや、おにぎり食うのはバカじゃないです。じゃあこの人には、はい、あのビーストメーカー勝てない。あービーストメーカーか。あんまりあの外人なんかいましたね、すごいやばいやつが。なんか俺はこういっぱいポッケでフロントレバーしてできたんですけど、はい、一回、はい、でもなんか外人の動画で腕伸ばしてやってるやつがいて、それはちょっとやばい。それは肘曲げてギリギリなんですけど、それクライマーだと思います多分。ワールドカップとか自分見たことないけど、ビーストメーカー日本代表。ビーストメーカービーストメーカーだったら日本代表は余裕。頑張りたいです。余裕です。頑張ります。なんだろう、保持力を上げるための手段がもはやクライミングになってるんじゃないですか。ああ、多分実際そうかもしれない。まあでもなんか何を今目標にやられてる。今はとりあえずその海外行きたいんですよ。やっぱ外装ビショップ行けなくて、直前で試験があって、イランの滞在歴があって、ビザ取得するしかないんですけど、その時にはあまりあったで、本当はルシッドとか、はい、スウォームとか、はいはい、そこら辺やりたかったんですけど、なるほど、ルシッドちょっと行けなかったんで、まあ、まあでもゆっくりビザ取って、そうです、まあ、いつでも行けるとは思ってるもん、ね、まあ、そうかそうかそうか。その海外の岩場で成果を残したいっていうのが今のところの目標、はい、なるほど。あんまり、まあ、コンペとかは結構今も楽しんでるとか、うん、趣味で、うん、一応クライミングが、クライミングは手段ではなく、クライミングのための星取れっていう。そうです。よかった。今後岩を登る上で開拓にモチベーションはあるんでしょうか。ああ、でもありますよ。ちょくちょくやってますもん。うん、なんかサイトしててやっぱり思うのが、あんまりこうグレード感がもう分かんなくて正直。なんかなんだろう。例えばこの間ボルサリーノも割とすぐ。はいはい、できちゃったんですけど、でもやっぱり難しいことは難しいし、どこが修行なのか分かんないから、あんまりこう、まあ一応5段登れたっていう風にはなる形にはもちろんなりますけど、やっぱ開拓で落とししたいっていうか、そういう感動はやっぱり知りたいなって感じがします、ね。まあでも小山田さんに一緒に結構ついてって、いろんな、そうですね、まあその手段とか、そういうのを教えたいし、いや、いいっすね、うん、素晴らしい環境じゃないですか。そうですね、小山さんの元でできるなんて。指革のケアって、なんかやってることって。いや、まあ一応こう、クライムスキンとか、あその辺は使ってますけど、はいはいはい、俺基本的にめっちゃ指革弱くて本当に弱いです。あんなことやってんの。いやいや、本当に弱くて。で、あれは本当指革がある状態でやってるんですよ、はい。指がなくなると俺何もない。6ミリ持てない。そう、10ミリもないし。10ミリ受けない姿見てみて。2日連続で登れないですよね、岩とか行ったら特に。マジ、もう1日目で全てを尽くしちゃうんで。じゃあそのどれだけ登ってても指革がこうなんかこう体質的に指革がどんどん厚くなってて強くなるとかっていうわけでもないのよ。いやいや、でもともとそんな俺こう週にすごい登るわけじゃないですよね。だいたい2日休んで1日登ってが一番ローテーション的には良くて、なんか先月1日休みでずっと1日登った時期があって、はい、その時めちゃくちゃ調子悪くなってもうなんかロッキーの水色とか一本もできずにもう何が楽しいんだろうって。それで3日ぐらい休みました。マジ、はい、だそのぐらい顕著に出るんで指革のケア難しいですね。でも聞いた話だ とラップとかもやって保湿したりとか。あ、保湿は重要。保湿ぐらいですかね。さっきあのメイちゃんに聞いたのは、はい、あのまあ、結構指輪がなくなってたら、はい、湯船には手はつけない。ああ、それは確かにそうか。指輪がなくなっちゃうからとか、なんかそういうのやってる、うん、クライムスキー。なるほど。そう、まあでもクリームだったら俺何でもいいと思いますけど。クリームだったら何でもいい。なんか結構普通の変なボディクリーム、ボディクリーム、僕のなんかクリームとか使ってたらそれの方が効いたりした。へえ、名前忘れちゃってる。確かに昔あったなんかクライムオンとかあれめちゃくちゃ使いづらかった。なんで そこに入れてんの。チューブとかだったり、うん、あれは寝る前に塗るんですか。寝る前ですね。寝る前にクリーム塗って、あ、もう寝る前の携帯触り終わった後とかに携帯触り終わった後塗ってラップして寝るみたいな。まあでもやっぱそれはするんだ、うん。登ること以外にしているトレーニングはありま
ますか？ええまさか登る以外まさかまたあ、でも他の人の登りよく見てます。まあ、あ、それはなんか体のトレーニングっていうかずっとなんかこう研究してます。ずっと研究人の登りはほう割とずっと見てますね。強い人のとかやっぱり、まあ、確かに見るの楽しい。インスタとかでもやっぱり強い人のやつバーッと見て、うん、あ、なんかこういう感じなんだみたいな。実際なんかそれで比較すると面白いから自分の登りと、はい、まあ、スタイルも違うし持ち方も違うし、うん、足の置き方の発想とか、あ、まあ、例えばサイファーで行ったりとか走り行ったりとかなんでそうなるんだろうとか考えながらやってみたりとかぐらいですかね、まあ、でも確かにそれは実は僕もよくやる、うん、あ、そうですよね、まあ、人の登り見てなんか自分と違うとこ見つけて、うん、で実際それ試してみると、うん、案外自分にハマったりとかっていうのがしますよね。未だに出てくるっていうのが面白くて、まあ、考え方も結構ありますよね、うん、なんか前すごい衝撃的だったのは去年か、なんかその結局今のボテとかっても、はい、握るっていうよりこう叩くっていうか、はいはいはい、設置するじゃないですか。だからそのあんまりこう握らないようにするクライミングとかあって、うん、俺その発想が全くなかったなすごいな持っちゃってたからそれでなんかボテとかはどんどん直していって で重心とか位置とかも考えたりとかは、うん、最近はそういうのもやってますね。ちょっと変わりましたとか、登り方とか、なんか人のなんか登り動画で見るのは面白いのもあるし、うん、なんか案外自分のクライミングに活かせるところもまだまだ見つかるって、ね、あります。全然あるんで、本当強い人の登りは絶対見といた方がいい。いつも見てますいつも見てますそれ楽しいし、うん、そうっすね。そうっすね。まあでも実際自分で登るのと、まあ、見る以外は特にしてないと。あんまりなんか結構他、うん、今まで聞いてきたクライマーだと、はい、ランニングとか、まあ、なんかあのフィットネスジム行って下半身のトレーニングとかもしてる。ああ、まあした方がいいでしょうした方がいいでしょう、ね、こんな感じでやってるから。まあでも、うん、強ければいいんじゃね結局なんか気づきだからな、なんかそのうん、そんなに顕著に変わらない気がする。そのそれこそさっきの研究で、例えばそういう時は足を右下に下げたらいいとか、位置の確認とかができるようになった方が俺はなんか手段としてはまだ早い気がします。確かに筋力が上がるっていうのは難しいかな、うん、結局確かに参考になる。はい、じゃあ、 あの高田さんからハイボールですかビールですかって来て、これどういうこと？分かんないですね。よく分かんない、まあ、昨日飲みに行ってたんですよ。あ、そうなんだ。そう、羽田くんと3人羽田くんと高田さんだと俺で飲み行ってて、その時にそのあのストーリーあれが来て僕もアンケートしようみたいな言い始めてでやってました。あ、そういうこと。そのノリか。ちなみにビールです、ね、ちなみにビールですか。圧倒的にビール。圧倒的にビール、はい、これハイボールですよ。ハイボールだと思ってるんですか。絶対違う酒の方ですね。あ、そうだ食べ物で気をつけていることは何かありますか。あ、どうだろう。肉ですね。肉食ってますね。肉を食べる。食べますね。めっちゃ食いますね最近は。もう特に昔はあんまり食わないようにしてたんですけど、あんまり意味なくて、うん、だって価値もなんか体重かなと思ってたんですけど、まあ、その重力になれたらあんまり変わらない。価値は体重の重さではない。重力じゃないじゃない、絶対違う。重力になれる、なれるっていうか、価値も浮いて登れててもあんまり意味ないです。最終的に応用力が全くない。お、価値浮いて持ってても浮いて持ってても、うん、そのどういう持ち方をするかとか入り方とかが重要だから、あんまり確かに、うん、体重が変わってもそれを持つためのプロセスというかその、うん、があるから、あんまり体重、まあ体重もちろん持てますけどあんまり関係ないです。確かに一概に価値を持つって言っても、うん、その持ちに行くまでの狙いとかっていうプロセスも大事だから、大事だから本当に。価値強くなるにはどうしたらいいんですかっていう質問に対してはそういうところから考えなきゃいけない。そうですね、まあ、あとは4本で持てるようになるとか。あ、価値はもう要は狙いが定められるか。ここまで全部、ここまで全部、ここの筋肉があれば、はいはい、価値はこう勝ち持ちできるんで。確かにここまでが多分俺使ってる。そうですね。てか価値って持ち方角度にもよるしあのこの価値こう握り込む剣はここじゃないですか。そうですね。でこれをちょっと角度変えるとかってなったら、うん、こことかこことかで、そう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 、一概に価値力って
全然ここだけで、うん、それは指力収束しない、うん、指力になっちゃうけどその応用力は本当にないです。なるほど、はい、でそのために肉を食べてるのか。まあだからあんまり要はそのああ要はその体重とかはあんま関係なく、あとはそのやっぱ減量すると結局メンタルも落ちるし、なんだろうその波が大きいです。とにかくなんかそのできる時とできない時の差が激しくなっちゃうんで、普段のトレーニングに対して言い訳が全部体重になっちゃうんですよ。まあもちろんそのコンペ前とかに体重を落とすとかっていうのはあのすごい重要だと思うんですけど、普段からそのトレーニングするとか強くなりたいがために体重を落とすのは全く違います。ほう、なるほど。それは全く意味がないです。むしろこう体重増やしてって、まあ、もちろんコンペだったら痩せてく、ただ岩だったら、まあ、ちょっとは痩せるけど俺はあんまりしないです。おう今は言い訳になっちゃうと思うそうなんか普段の言い訳が結局今体重重いからになっちゃうから。なるほど、うん、普段の言い訳ができてしまうから。コンペティターはいいと思うんですけど、勝ち力強くなりたいってなったらあんまり体重気にしない方がいいかもしれない。なるほど、初耳っすね、その、うん、理論は。でも強い人が言うんだから確かにそうだかもしれない普段使っているシューズは何ですか。普段使っているシューズは、アンパラレルのレガーと、はい、レオパードと、はい、今はレグルス LV の3つで。あ、LV の3、はい、つ。おおおおおお、これが、はい、アンパラたち。アンパラたちです。間違えた。これどれがどれどれこれがベガ、ベガでレグルス LV、 これがレオパードです。レオパード、はい。これはじゃあどういう使い分けを。まあ、用途としてはこれは完全にコンペ用です。コンペ用というかスラブとか、あ、固定を踏むときに、あのすごいやっぱ柔らかいです。2ミリしかないから裏が。え、これすごい柔らかいですこれ。2ミリしか、完全にこれ使い分けです。ふにゃんふにゃんぞ。確かにこれ本当、あとここがやっぱ空いてるんで、はいはい、サッチ面がボテにすごい。レオパードはコンペ用、コンペ用というか、まあ本当ボテ踏むときボテ踏むとき、オンパンのなんかコンペでしょ。結構インドア本気用、インドア本気用ですね。レオパード結構これに助けられること多いから最近は。インドア本気用使います。まあこれしかもスラブとかじゃなくてもなんかヒールもトゥーもすごい、まあ、確かに回転のヒールで慣れてればこれ結構、うん、全然かかるんで、いいっすね。割とこう何でもいけます正直。確かに、まあ、粒はちょっと弱いけど、でもここはやっぱ硬いんで、まだここが、ああ確かに、うん、そんなに負けないです。この足裏とかめちゃくちゃ柔らかいから、ね、柔らかいです。もう本当に、まあ、本当に2ミリ2ミリ2ミリ、ね、でもすごい、なんかあのこのなんかレザーが出てないからこれ、うん、これはガチにかかりますね。うん、かなりいいですよこれ。これ多分この辺まで全部ステルス使ってる。うん、最近この辺も全部もうそのラバーでやってるのが多くて、はいはい、うん、ペルアドラとかもそうですし、ね、ああペルアドラ、あれもちょっと X グリップでカバーしてる、うん、これこっちの赤いのがこれがレグルス、これはこれ外で履いてる、外で履きましたね。これ土ついてるし、三重の土、三重の土がまあ掃除してないわこれ。これうん、これなんだろう、すごい良かったです。とりあえずすごい良かった。昨日じゃねえわ、その三重で履いた時、まあそのレオパードに比べたら、うん、まあ、もちろん硬いし、かなり硬い、硬いし、やっぱりただすごい剛性があって、確かに、なんだろう、踏めますね、とにかく。ガッチリこう、なんか硬さで言うと結構アナサジのあのなんかベルクロのあれみたいな、うん、確かに硬さ、もう、うん、結構ガッチリガッチリ硬い、ガチガチ。でもなんかトマーとか、はい、リュウさんとかあの辺もコンペでレグルスとか入ってるんで、しかもこれはあのハードミッドソールって言って若干柔らかい方なんですけど、LV は、はい、あのレグルスの普通の方はもうハードソールで、あ、もっと相当硬いやつ、それでトマーとか登ってるんで、もう俺これコンプじゃちょっと出れないんですけど、なんであれで踏めるんだ、ボツとか踏めてんだろうって、不思議ですね。じゃあまた動画見て研究しよう、はい、でこっちの黒いのが、うん、これがメガ、これはなんかオールラウンドですね。これがオールラウンド、インドアのオールラウンド、ちょっと柔らかいから岩にはやっぱり、うんうんうん、まあでも岩でも全然使えますけどね。これこのベガとレオパードは どんな違いが、あ、でもこっちの方がまず全然硬い、硬いんで、やっぱインドアの粒とか、まあ、それとかあのウレタンとエステルで全然違うじゃないですか、はいはいはい、硬さが、あ、
もうこれこんなのやっぱエステル踏んだら痛いんで、やっぱり、うんうんうん、そういう時の対策というか、ほうほうにベガとか、まあ、大体はベガですね、関係者じゃない限り。うん、あ、供給者は供給者もそれですね、大抵軽いし、なんかアパレルなんかこう使い分けできるからいいですね。カリフォルニア発、カリフォルニア発の、ぜひ。今アンパラクライマーって誰とかいる？まあリュウさんとか、はい、あとはアイカちゃん、アイカちゃんとかタイトとか、はははは、松島さん、アマチュエンさんとか、そうそう、あとはユカちゃんとか。そうそうたるメンバーが、そうそうたるですね、肩身狭いですよ、ね、まあ、ビーストメーカーの日本代表今年のじゃあ目標を、目標、今年は今の目標がほぼ、はい、全てで、いやもう岩でいいと思います。逆道とかやっぱりあんまり僕岩回数行ってないんで、うん、見た岩少ないんですけど、その中でも一番こうできそうで時間かかりそうだなと思ったのが躍動で、一番かムーブもかっこいいし、一番悪いなと思った感じ。おお、マジっすか、うん、そんな、じゃあぜひ躍動動画撮れたらそうですね、はい、いやいや、あ、そうそう、いやいや、まあ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 、あとはあとはアマテラスとか、アマテラス、アマテラスやりたい。あと今週末は名教室生と六度やり富山側の、はあ、またそれも初めてなんですけど、だから初めて1回しか行ったことない場ばっかりだったもっと通いたい。いや、それあれ1回でいろいろ落としちゃうからね。ただそれで機会がないから頑張って落としたんですね。ああ、いや、ガーズ10トライ以内に落としたいって決めてて、ほうほう、まあ指が弱いそうか、そうか、そういう制約がある。いや、でもいや楽しみやな。土日休みなんですけど、ああ、はい、言っていただければいつも全駆けつけるんで、行きましょう、ほんと撮ってください。もう、いや、スコ今言うじゃないですか。今言うじゃないですか。いや、今言うも一緒に、ぜひ。あ、ぜひ行きたいです。ぜひぜひぜひ、うん、ぜひ。今言うと行ったことないですよ。今言うのは、なんか、遭遇したことしかない。あいつと一緒に行ったことはなくて、あ、はい、遭遇するんですよ、あいつ。確かに、どこにでもそうですよ、あいつ。あ、ちなみに、あの、これ、こんなとこで言うのもあれですけど、あの、クライミングチャンネルで、ランキング機能もね、作ろうかと思って。あ、ランキング、はい。外岩の、ランキング、ボルダーランキングを作ろうとして、はい、もう A と A みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、あれのもう日本だけ版みたいな、もう別に世界ランキングはあれやってる、それめっちゃ楽しいじゃん。世界ランクは別に A と A がやってるからいいじゃないですか、はい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 、海外の人に向けて、はい、全部英語でやってるし、いや、なんか日本人のあそこ全然やってないじゃないですか。いや、なんか日本で日本で作ろうとしてあ、そういうモチベーションができるとかなり違いますね。そう、だからちょっとあの、もともとはそのクライミングチャンネルっていうのは、うん、その動画を集めて、でそれをその動画と一緒にくっついてくる情報をもとに、まあ、あのトポみたいなそのクライミング、岩場の情報がこう集まったポータルサイトを作ろうとしたんですけど、まあ、あのせっかくならなんかランキング機能とかつけた方が面白いかなと。いや、もう絶対面白いです。で、要は動画っていうのがその関東の証みたいになるわけですよ、はいはい、みんな撮ってるじゃないですか、なんか知んないけど、俺はあんま撮んないですけどみんな撮ってるから、まあ、それを使ってもらって、はい、その要はその投稿した動画のグレードが、まあ、その反映されてランキングになってっていうのを作ろうと思ってるんで、うん、ぜひやっていただけたらと思って。いや、もう参加しますもん。じゃあ、あのクライミングチャンネルそのランキングのアンバサダーアンバサダー、アンバサダーいつかまたお声掛けするかもしれないんですけども、いや、もう1位取れたらいいです。いや、もう目に見えてるんでしょ。小山田さんと野口にバトルして、いやいや、頼むわけないよ。まあ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 、ありがとうございました。今日ありがとうございます。お忙しいところ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。いや、本当プロジェクトに来てビーストメーカーで、浮いてください浮いてくださいね。あとインスタ見てください。いや、インスタ見てあげてください。メリーゴーランド何のメリーゴーランド。ありがとうございます。ありがとうございます。